こんにちは。国際不動産エージェントの中身です、はい、本日は海外移住に関しての投資プラス移住するならこの国ということで、マダブさんにお話をお伺いしたいと思います。じゃあ早速なんですけれども、はい、投資してビザ取得がでしやすい国というのをちょっと教えていただけますか。そうですね、まあ、いろいろあるんですけど、おそらく日本マーケットでニーズがあるのは、まあ、南ヨーロッパあるいは東南アジア、この2つかと思います。具体的にその南ヨーロッパの国、はい、そうですね、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、キプロスあたりです。キプロス、はい、キプロスってあの地中海に浮かんでる島です。島国、あのビザ取得がしやすいっていうのはどういった形、ごめんなさい、具体的にどういったことなんですか。ですね、ゴールデンビザっていうあのプログラム、ビザ永住権プログラムがあって、はい、一言で言うと、はい、まあ、その国で不動産、一定額以上の不動産を買ったら、はい、永住権あげますよっていうことです。具体的にごめんなさい、金額も教えていただいてもいいですか。金額は国によって違うんですけど、まあその人気のある国でいうとスペインはだいたい50万ユーロ以上、はい、なので6000万円ぐらいからです、はい、ポルトガルだと、35万ユーロか50万ユーロ以上、安いのがギリシャとかで25万ユーロ以上、うん、なので3000万円以上で買えば、うん、今例えば上がった国の中で環境面で移住しやすい国っていうのはどちら。まあ、好みによるんですけど、まあ別にヨーロッパなので、うん、ああいう雰囲気好きな人は住みやすいんじゃないでしょうかね。キプロスも住みやすいですか。はい、キプロスはすごく人気ありますよ。その綺麗で気候も良くて金持ちも多くて、うん、はい、いい国だと思います。インフラ的にも結構ちゃんとされてる。はい、もう大抵大丈夫です、うん、はい、ちょっと25万ユーロだったら考えちゃいますね、はい、そうですね。その中でもやっぱりその資産価値がある国っていうんですか、投資しても資産価値もプラスアルファされる国だとどちら。比較的私がリスク少ないと思うのはスペインとポルトガルです。ポルトガル、はい、はい、スペインも大丈夫ですか。リスク、スペインもまあいっぱい都市あるので、まあ都市によるんですけどね、うん、でもバルセロナとかマドリードとか、うん、サンセバスチャンとか、うん、あの辺だったら資産価値いいんじゃないですかね。普通例えばサンセバスチャンとかだとやっぱり50万ユーロぐらいで購入、いい物件は買えるものですか。ありますよ、はい、普通にあります。うーん、行きたいですこれ50万ユーロは1つ1物件じゃなくて2物件以上でもいいんですよ。50万ユーロを落とせばいい。そうなんで25万を2つでもいいし、駐車場とか入れられるので48万ユーロの物件プラス駐車場で50万ユーロでもいい。それちょっと魅力的ですね、はい、これはポルトガルだとどちらの都市になりますか。普通リスボンかポルトでしょうね。あとは南の方のアルガルベとか行く人もいます。どんな街ですか。南の方の町はもうちょっとリゾートっぽいところです。あー、ちょっといいですね、はい、リゾートっぽい感じ。はい、うーん、比較的にヨーロッパの方は投資プラス移住という目的で、はい、ご購入されるのはちょっと安心な感じです、ね。まあ、比較的いいと思います。はい、じゃあやっぱり人気の高いアジアに行くとどうですか。ビザ取りやすい国って限られるんですけど、うん、マレーシアとフィリピンですかね。あのマレーシアは親日派みたいな感じ。まあはい、あの基本東南アジアって日本に対するイメージはいい国が多いです。え、マレーシアとシンガポールだとなんかシンガポールは高額なイメージがありますが、うん、なんかシンガポールは高いですよ、はい、あのお金持ち向けです、はい、ね、じゃあちょっと一般私たちのようなのがまたちょっと手が出せるみたいなのがマレーシア。マレーシアだと、MM2H ビザっていう、マレーシアセカンドホームビザって言うんですけど、それが資産証明だいたい1500万から2000万円以上の資産証明でいけるので、別に投資しなくても日本にその資産があるっていうふうなことを証明できればいいんですよ。はい、え、日本で証明できればいいんですか。はい、日本はそういう形で、はい、
じゃあ例えば本当にそれが証明できたらセカンドハウスとしてマレーシアに、まあ、そうですね、普通に日本でちゃんと、まあ、社会人でやっていれば、うん、まあ、マレーシアって日本より物価が安いですし、うん、安いですね、この安い物価でマレーシアで当分働かなくても暮らせる金があればいいっていう、そういう考え方なので、まあ、普通に日本の給料取ってれば大丈夫です。オープンですね。じゃあ、はい、簡単に例えばちょっと移住してお子さんを学校に通わせるのも、はい、何するにも意外と手続きとかもスムーズにいくってこと。あ、そうですね、 MM2H を取っていれば基本、まあ、銀行口座を作るとか子供の、まあ、留学とかですね、やりやすくはなりますね。安全な国ですもんね、マレーシアね。まあ、あの場所を選べば自信もないですか、はい、あまりもいいなって思うように。そうですね、これがフィリピンなんか行くともっと安いあの値段で行けますので、資産証明的にも数百万円で OK だったりします。あ、そっかそっか、フィリピン数百万で OK なんですか。はい、まあいろいろあるんですけどね、フィリピンってあの州ごとのビザとかなんかあのお金払えば誰でも取れるビザとかいっぱいあるんですけど。え、それ永住権が取れるビザってことですか。そうです、永住権取れるビザ。え、その辺ちょっと詳しくお伺いしたいです。どんな感じなんですか。そうですね、アメリカっていうか、まあ、はい、バニラとかだと日本のパスポートを持ってる方ってすごく世界に出やすくて、まあ、特に東南アジアとかフィリピンなんか本当にすごく、まあ、観光ビザでもまあ何度か出国してれば1年2年とか続けていられるような国なので、まあ、その永住権取るっていう意味が何なのかはまあ人によるかと思うんですけど、まあ、そのフィリピンに長く腰を打ち付けて、ずっと住むっていう人にはメリットはあるんじゃないでしょうかね。フィリピンも住みやすいですよね、住んだらきっと。場所を選べば全部場所、はい、全て場所を選べばですね。まあそうですね、はい、例えばですね、投資という意味では、はい、ホテルコンドとかですね、はい、ウッドファミリーとかエアビーとかで当然投資されている方すごく、特にアジアでは多いと思うんですけれども、はい、今もまだやっぱり多いですか。そうですね、まあ、別にまあコロナっていうことを除いて言えば、まあ、普通にそのエアビーとかホテルコンドっていうのは要は現地に管理ホテル管理会社がいて、その人が普段そのシーツ替えとかベッド替えとか背落ちとかやってくれて、普段はホテルの宿泊客に貸して、あとオーナーさんが宿泊したい時だけあの使わせてくれるみたいな感じでいけるので、まあ収益を生む別荘みたいな形なので、まあその点は使いやすいですね。そういう意味では収益を生む、生みやすい国ってあるんですか。生みやすい国って言ったら国あの個別になりますのでね、私なんかは収益型別荘で東南アジアっていうとバリ島に持ってます、インドネシア、永住権とかとは関係なくですけどね、はい、なるほどなるほど。ただちょっとその辺はアジアの方は永住権とその投資はちょっと話して考えた方がいいかもしれないってことですね。まあ、 あの利用価値は高いと思うんですよ、日本から近いんで。うん、まあなんて自分が使うっていうことをメインに考えられればいいんじゃないでしょうかね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ、ゴールデンビザが取れる国で、まあ、さっきもお伺いしましたね、投資のおすすめはポルトガルとかスペインとかっていうことですかね、うん、そうですね、まあ、選ぶ必要はありますけど選びやすいです。やっぱり国で選んじゃいけないんですね、はい、やっぱりその、まあ、不動産って一つ一つ違うので、一つ一つやっぱりこの物件によってちゃんと見極めが必要で、はい、そこで自分のライフスタイルに合った、ね、あの物件をとか、まあ、あの国を選ぶということが大切だということですね。まあ、あの基本国は自分の好みで選んでいいんじゃないですか。この国が好きだからこの国で買いたいでいいと思います。であと個別の物件の見極めとかは我々に任せていただければいいんじゃないでしょうかね、はい、よくわかりました、ありがとうございます。はい、ご質問とかあればぜひあのコメント欄に入力いただければ、ぜひあの鈴木さんの方から、
お答えしていただけるのでよろしくお願いいたします、はい、あの YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまた、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。